ランスアラスの男弁護士のロベスピエール三部会に出陣し議員として活躍国民立法議会国民公開を主導各派閥の対立ジャコバン一強時代恐怖政治の始まりギロチンと血の雨絶対に腐敗しない我が知る層の温情不意や持論度の粛清我が敵は全て弾頭大王偉大なる革命最高存在のもとへジャコバン。